これのグランデは、グランサッソディッタアリア三軍の最高峰である。アブルッツォ州ーテイーラモ県、ピエトラカメーラというコムーネに位置する。4つの頂上からなり、西の頂き割ったオッチデンターレが、最も高く、2912メートルで、アペニン山脈の最高峰となっている。トリオネカンビが2875メートルで、最も低い。 中央の頂きベッタチェントラーレが2893メートル、東の頂きベッタオリエンターレが2903メートルと上記2つの中間の高さである。1573年、フランチェスコ・デ・マルキとフランチェスコ・ダイ・ドメニコによって初登頂がなされた。ベッタオッチ・デンターレに登るには3つのコースがあり、難易度の違う順に北西側の広い谷間から登る。 普通コース、正方コースと直行コース、ディレッティッシマは両方とも、カンポペリーコリを出発し、2つコルノの峠からと、カンドーネ峠から、つまり、プラーティディティーボ方面からとなる。ベッタチェントラーレと、オリエンターレは逆にパレトーネやカルデローネ盆地といった、いくつかの岩道を通って登って到達できる。ありがとうございます。